ぞ。するけどね。うちだと大きいのはさすがに置けないかな。大きな同居人さんがもういるから。焼きそばやお好み焼きはお持ち帰りにしたいよね。しよう。あん。もう冷たい。うん、ありがとね。食べられるけどね、ちょっとお値段するの。屋台のこれは粒状でシャリシャリしてて美味しいけどね。あそこケバブの屋台なんてあるよ。すごい、初めて見た。帰りに買って帰ろう。まだお腹入るから、焼きそばはここで半分こしてもいいかも。させてもらおう。使わせてもらいますって言っとかないと。あとついでにお願い事。えへへ。のぞむ、何お願いしたの？あ、一緒だ。入れる時にためらっちゃうんだよね。だからこんな濃い味のは屋台のしかないよね。うん、ありがとう。始まるみたいだね。
ね。去年は見てた？まあすごく高い建物もないし、結構どこからでも見えるもんね。私じゃなくて、花火見なきゃ。ありがとう。急に言われるとなんか照れちゃうな。一緒だね。綺麗だよ。今はこっち。綺麗な花火見ながらなんてすごく嬉しい。私も。一緒にお祭り来れてよかった。ありがとう。私も大好き。楽しみだったけど、優等生でしたから。っていうか、のぞむは夏休みが終わることだけじゃなくて他のことでも憂鬱だったんじゃない？いつも最後の3日くらいで宿題やってたでしょう。毎日ちょっとずつやらないからだよ。そういえば小さい頃何度か夏休みの宿題手伝ってあげたよね。私は逆にあれを手伝ったおかげでちゃんとやらなきゃって学んだかな。反面教師だね。あの時の望むの絵日記、ほんと面白かった。天気が全部一緒だったし。だよね。え？何それすごい。ああ、そう言われるとそうだね。それにしても、
小さい頃のこと、懐かしいな。どうかな。でも、印象的だったのか、それなりに覚えてるよ。誕生日のお祝いしたこととか、前も言ったけど、一緒にお祭り行ったこととか。え？そう？私は楽しいな。あの頃は本当、ずっと一緒に遊んでたから。はあ、こうやって付き合うって分かってたら、うちにあるアルバム全部持ってきたのにな。それはいいこと聞いちゃった。今度お母さんにいくつか送ってもらおうっと。望むがそこまで言うなんて珍しい。変なの。あ、大変、すっかり忘れてた。ベランダの植木鉢とか中に入れておかないと危ないでしょ。うん、ちょっと待ってね。ここに置いてくれればいいよ。うん、台風だしね。あと物干し竿も外して下に置いてくれれば。私は経験済みというか、失敗しちゃって覚えたから。うん、育ててたプランターがめちゃくちゃになってたでしょ。だから台風の時はこうやって中に入れるんだよ。さて、また小さい時の話しようか。しょうがない。じゃあ今日は許してあげる。忘れ物なしっと。ガスの元栓閉めたよね。お出かけするときはやっぱり気になっちゃって。そうそう、うん、そうだね。それじゃあ行こうか。はあ、もう今からすっごく楽しみ。そんなの全然いいよ。私は一緒に旅行に行けるだけで幸せ。でも結構早くに出るんだね。そうなんだ。ますます楽しみ。そうだね。